トゥーラウは、ベラルーシのホメリシュージトカビーチ地区の市である。ベラルーシで最も古い都市の一つであり、12世紀13世紀には、トゥーロフ公国の首都だった。歴史的地域区分としては、パレーシェに含まれる。なお、歴史学的文献においては、トゥーロフ、トゥロフ等とも表記されている。12から13世紀のトゥーラウを首都としていた公国は、 2013年時点の日本語書籍では多く、トゥーロフ広告と表記されているために、ホームページでは、トゥーロフ広告またその君主をトゥーロフ公と表記している。プリピアチ川から南東に2 5トル鉄道では、ホメリ市から2 5 8トルの位置にある。11世紀のトゥーラウ福音教12世紀の教会跡、トゥーラウは、ドレゴビチ族の政治、経済、 文化の中心地であった。都市は、プリピャチ川へ流入するヤズディ川とストルメニ川の合流地点に作られた。プリピャチ川は、ドニエプル川、そして、国海へとつながっており、その一輪の河川のつながりは、バリアーグからギリシアへの道の一部として、コンスタンティノープルとの交易に利用されていた。現初年代期の中に、都市の名が初めて言及されるのは980年のことであり、 トゥーラウでは、トゥルイというものが権力を持っており、都市の名は、彼の名によるという趣旨の記述が見られる。1005年、トゥーラウに、ギリシャ政教の関区が置かれた。11世紀には、統治出身の神学者、哲学者のキリラ・トゥーラウスキによって、ベラルーシで最も古い書籍である、トゥーラウ福音行が書かれた。12世紀には、トゥーロフ広告には2つの修道院と85の教会があった。 1158年、ルーシ諸公の構想の最中、トゥーラウとピンスクは10週間にわたって包囲された。これは、ルーシの諸公の戦いにおいて最も長期的な包囲戦であった。また、1230年頃には、トゥーラウに地震が起き、都市が損害を被っていたことが、1961年の調査で解明している。1246年末には、トゥラウも含む南部ベラルーシで、 モンゴル帝国軍との戦いが行われた。キエフルーシ時代、トゥーラウは上記の交易ルートによって重要な交易中心地であり、トゥーロフ公の位には流陸町出身者がついていた。また、戦略上の重要拠点でもあり、あらゆる産業が発展した。なお、1180年代にはトゥーロフ公国からピンスク公国が分離、独立している。 1320年から1330年頃、トゥーロフピンスク公国はリトアニア大公国に編入された。1430年にはシュビトリガイラが都市の支配者となり、15世紀末にはグリンスク公ミハイルがトゥーラウを支配した。1502年にタタール人によって街が破壊されるとミハイルはモスクワ大公国へ逃亡したため、トゥーラウは 復旧に従事したコンスタンティ・オストログスキ家のものとなった。オストログスキー家はおよそ一世紀の間トゥーラウを管理していた。1648年、ボグダン・フメリニツキーの指揮の下コサック軍がトゥーラウを占領した。またその後のリトアニア大公国軍との争奪戦、さらにモスクワ大公国との戦争を通して、街は何度も破壊された。 1648年には401の屋敷があったのに対し、1667年には111を数えるのみとなった。近代のトゥーラウの風景を描いた作品1793年、第二次ポーランド分割の後、ロシア帝国の民宿圏に編入された。トゥーラウでは19世紀の間、地方的な素朴な街並みが保存されていた。 1882年に出版されたアダム・キルコルの著者の中には、今は、ただのプリピャチ側ウガン地域の小さく貧しい村だが、歴史的見地から見て最も古く注目すべき都市であり、それを確かめに訪れるべきである。現在のトゥーラウは、かつての輝かしい時代の記憶以外に、取り立てて、批評を下す意義はないと記されている。一方、当時のトゥーラフには、木造の歩道があり、 中央の公園では、オーケストラの演奏が行われていた。水路が引かれ、プリッピャチ川、そして、キエフまで船で行くことができた。なお、16世紀から、ユダヤ人社会が形成され、1897年には2252人のユダヤ人がいた。1926年の都市計画図1940年、パレッシェ州の一区となった。 1941年の夏にナチスドイツ軍に占領されたが、同年10月にはすでにトゥーラウの人々による反ファシスト組織が活動を始めている。なお、20世紀にはベラルーシのユダヤ人の多くはアメリカへ移住を始めていたが、第二次世界大戦中のホロコーストにより、トゥーラウを含むベラルーシのユダヤ人が殺害された。都市は1944年7月5日に、 解放された。1962年、トゥーラウは、市から都市型集落へと改変され、ジトカビーチ地区の一部となった。2004年8月10日、トゥーラウは市に昇格した。また、同年、古代スラブ人の文献と出版物の費用制定した。現在、野菜の缶詰やジュースを作る、工場、乳製品のコンビナート企業がある。2006年に、 トゥーラウに勤める人は3100人いた。2008年には新しいホテルが建設され、観光客のためのインフラ整備が行われた。市にはプリピアチ国立公園があり、また付近の草地では春には増水によって、島のように見えるユニークな自然の造形美を見ることができる。1、2016、税2015、税税、はっとりたく。 歴史の狭間のベラルーシでは、ポレシエと表記している。ポリーシャはウクライナ語風の読み方。ロシア語風にはパレーシエ。国本哲夫たわけ、ロシアン元初年代記。また、トゥルイの表記も同書による。ハットリりサムタク、歴史の狭間のベラルーシではロシア語風に、キリル・トゥーロフスキーと表記されている。ぜい、ありがとうございます。